トルコギキョウをご存知ですか？リシアンサスとも呼ばれる、ふわふわした柔らかい印象の切り花で、身近な花束のほか、結婚式やお葬式などにも広く使われています。トルコギキョウは、北海道から沖縄まで全国で生産される主要な切り花ですが、栽培に適した温度の幅が狭く、種まきから収穫まで半年以上かかる等の特徴もあり、同じ場所で周年で栽培するのは難しい花です。そこで今回、トルコギキョウを効率的に計画生産するためのスマート技術体系を開発しました。これまでは天候や土壌病害に悩まされ、出荷が不安定でした。そのため、一作あたりの単価を高くすることを追求し、規模の拡大が困難でした。定植、メセーリの労働負荷も大きく、高単価を目指さざるを得ませんでした。スマートな栽培技術を取り入れることによって、出荷の安定、年3作で適度な単価や規模拡大が容易となります。安定的な育苗や簡易迅速な土壌病害対策、定植やメセーリの労働負荷軽減、環境制御の自動化などがコアな技術です。作業管理システムで収穫作業が平準化され単価は安定します。栽培にかかるそれぞれの作業がスマート化され、一作あたりの期間が短くなるので、年に3作が可能となります。労働負荷が小さいという生産者のメリットと、手頃な値段で購入可能になるという消費者の両方にメリットがあります。トルコギキョウのスマート栽培システムについて簡単にご紹介します。まず、閉鎖型育苗システムや NFT 水耕システムにより、栽培管理を効率化しました。次に、栽培ハウスの統合環境制御システムに、計画生産システムを組み合わせることで、目標日に出荷できるようになりました。また、作業管理システムを導入し、効率的な労務管理を行うとともに、需要に対応した新しいスマートフラワー規格を導入しました。複数の技術の組み合わせにより、栽培管理が経路化し、効率的な計画生産を可能にしました。ご家庭でも楽しんでいただけるトルコギキョウがスマートに栽培されます。ここからは具体的な技術について紹介します。コカバイドの詰まったセルトレイに葉種機で種をまきます。台車にまとめてラッピングし冷蔵庫に入れ、安定的に花を咲かせるための種子冷蔵処理を行います。種子冷蔵処理が完了したら、人工孔閉鎖型育苗装置に搬入します。育苗装置は、温度、湿度、明気調、換水回数等を設定することができます。一年中同じ条件で育苗できるので、計画的な栽培に不可欠です。ハウスでは水耕で栽培します。土で栽培しないため、土壌消毒を行う必要がなく、トラクターなどの大型機械は不要です。病気を防ぐために、定植パネルや水耕装置をお湯などで除菌して、清潔な環境にしておきます。苗を育苗庫からハウスに運び、定植パネルの穴に置きます。これで定植完了です。地面にしゃがみ込む必要がなく、とても楽に作業ができます。栽培装置の底面を肥料分を含んだ溶液が流れています。肥料は植物の成長に必要な量が毎日自動で補充されます。植物病原菌が蔓延するのを避けるために定期的に検査をします。菌がいることが確認された場合は対策マニュアルに沿って対応します。
栽培ハウスの環境はトルコギキョウの光合成が最大化するように制御されています。センサーが感知した光の強さに合わせて温度や湿度等の目標値を自動的に算出し、ハウスの窓のほか、カーテン、ヒートポンプ、温風暖房機、サイム冷房、CO2 発生器などの装置を自動制御しています。PC やスマートフォンによって、ハウスの外から環境を監視、制御することが可能で、記録データを見ることができます。目標時期に出荷するための計画生産技術も開発しました。最初のつぼみを確認した日を起点として、目標出荷日を設定し、パラメータを入力します。すると、毎日の平均気温を正確に制御して、目標日に収穫できることを実証しました。この技術により、1ヶ月以上前から出荷予定日を市場に伝えることができるようになります。トルコギキョウはたくさんの枝やつぼみができるのですが、使いやすい形にするために栽培の途中で枝やつぼみの整理を行います。通常はハウス内に座り込んで移動しつつ作業をすることになりますが、スマートハウスでは立ったままで可能なため作業が楽です。一本一本の姿を確認しながら丁寧に手作業を行います。複数の作業を同時並行で進める必要があるので、作業管理システムを用いて作業内容や時間を見える化し、適切な人員配置を行います。定植してから3、4ヶ月後には収穫可能になります。整理したつぼみの過半数が開花したら収穫し、規格ごとに選別して束ねて出荷します。現在スマート技術によるトルコギキョウの生産は福島県いわき市で行われ、地元や東京の市場に出荷されています。今後は生産の一層の安定化を目指します。スマートな技術で栽培されたトルコギキョウが皆様のお手元で長く楽しんでいただけますように。